後、姉川に張られた妖魔軍の陣。その中では平清盛が蛇穂いち早く異変を察知したのは異界の忍び竜はやぶさ。彼は敵の企て途中、同じく異変に気づいた佐治弁慶が合流。三人は連携を訳し、共に姉川の地へと踏み入った。時代を超えて巡り合った三人の。あの摩天楼がなぜここに。ここは一体どこなのだ。この世界じゃ俺様の方が先輩だから、後輩のお前に教えて。ここはオロチって野郎が作り出した世界だ。この先に感じる滅すべき邪気はそのオロチのものか。この邪気は清盛のもの。しかし滅びし奥小生はその源を止めるためここを訪れ。わかった。この世界の。お前は俺が支えてやんぜ。が実の強化を行っておる。ならば他の者がこもる砦を探るとしよう。当初に行くんだ。山田妖魔は端からぶちのめしていくぜ。潜入こそ忍びの領分、俺に任せろ。守りを。清盛様のため、ここは誰も通さぬ。日は満ちた。さらなる悪夢を見せてくれよ。馬に味方が敵に回るとは。このままでは本陣が。すが面白い。おっさんには及ばねえが、俺もやってやろの働きよ。そなたならこの戦場も平らかにできよ。お前は俺様に心の友だからな。期待以上の働き見違えたな。お前がいればこの戦い負けはしない。お前この無敵の体に傷をつけるって。
地に満ちる妖力が弱まっているのか。今なら皆を妖術より解放できるはず。ここはどこ。私は何をしていたのだ。戦場も平らかにできよ。救援感謝します。やるねー。けどまだだぜ。やるねー。十分楽しめたし退散するか。違えたな。お前がいればこの戦い負けはしない。おお、俺様も鼻が高いぜ。お前は俺様の心の友だからな。ということなのでしょう。さすがの働きよ。そなたならこの戦場も平らかにできよ。王者の出現は再び世界を変容させ、世界の客人の男でもその一つといい。孫悟空め、おかしな術を使いやがって。ま、俺様にかかればあんな術を解く。お救いいただきありがとうございました。まだ多くの同胞が術に操られているようだ。皆の疑心を呼び起こし解放せねば。邪悪なものを撃つことが俺の使命。平の清盛を撃つならば協力しよう。清盛の妖力は強大だが、故に追いやすい。ま、これを先の2